おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて今回ですね、何をやっていくかと言いますと、今回はこちらつあいべの話をしていきたいと思います。まあね、あと月か2日ぐらいかなっていうところで、皆さんつあいべある程度終わったんじゃないかなと思います。ベリハまでね、ミッションコンプリートできた方多いんじゃないかなと思います。そんな中でですね、ミッションコンプリートできた皆さんに今後ベリハ含めね、どんな感じで周回していったらいいかっていう話をしていけたらなと思います。ってことで早速やっていきましょう。さあまずはですね、まあベリハ 1-2 ともになんですけれども、星4の新アクセサリーから紹介いたしましょう。こちらです、レッドトライデントのユニフォームということでですね、マンチェスターユナイテッドレフトミッドフィルダーの星4アクセサリーが今回は報酬になっております。でこれポイントがあってですね、レフトミッドフィルダーのアクセサリーなので、レフトウィングはね装備することができないんですね。なんで現状ね、まあ強い選手で言ったら本当にギグスとか、あとはコケも確かレフトミッドフィルダーだったかな、うん、コケかサウルか忘れちゃいましたけど、レフトミッドフィルダーの選手がいましたが、アトレティコのね、あれぐらいしかね現状パッと思いつくね強い左の選手っていないんじゃないかなと思って、アルゼンチン染めの中央突破で誰かいたっけっていうような感じなので、結構ね対象の選手がまあ少ないのかなと個人的には思います。一つねちょっと今回の欠点なのかなというところです。さあアクセサリー見ていきましょう。これねコンボ効果決定力20丸ということで、シュートスキルの発動率が中アップ、かなり嬉しいコンボ効果ですね。やっぱりこれがまあ決定力だとか、あとはドリブルみたいなねオフェンスで点に直結する動きを強化してくれるアクセサリーだとすごく価値が高いのかなと思います。一応ね、まあ、決定力上がる、まあ、シュートスキルの発動率中アップということで、まあ、若干ながらね効果もあり、でユニフォームではドリブル意識が小アップで、パンツですね、こちらパンツではパス意識とドリブルスキル発動率がこちらは小ですがアップしています。でキープ意識とショートパススキル発動率小アップということでですね、3つですね、合わせて装備するとショートパスの発動率とドリブルの発動率が小アップして、シュートの発動率が中アップ、そしてキープだったりだとか、あとはパス意識だとか、あとはこんな感じでドリブル意識だとかいったものが上がるということでですね、かなり攻撃的なレフトミッドフィルダーのアクセサリーになってます。まあ、本当にねこれすごく攻撃的、まあ、今ね説明しただけでもわかると思うんですが、めちゃくちゃ攻撃的なアクセサリーで、まあ、今回ねオレグンナー・スールシャール監督がレフトミッドフィルダー使うんですが、仮にねレフトミッドフィルダーからまあサイドユーティリティを使ってレフトウィングで起用するとかってなった場合ですね、より効果を発動してくれるアクセサリーなのかなとは思います。レフトウィングが装備できないのがね唯一のまあちょっと残念なところではありますが、間違いなくねワンセットは持っておきたいアクセサリーかなと思います。なんでぜひぜひね、とりあえずは、まあ、まずこのアクセサリーをねとりあえずはワンセット揃えていただくところから始めていただけたらなと思います。私ねめちゃくちゃ周回してるんですよ、もうかなり周回してるんですけど、なぜかねユニフォームとパンツ全く落ちなくて、スポーツバッグが今ね3つか4つあるんですよ、もっとあるかな、ユニフォームとパンツだけ落ちずに焦っているんですが、まあ、ぜひぜひね皆さんもワンセットは取るようにしていただけたらと思います。ただね先ほども言った通り、今レフトミッドフィルダーのアクセサリーなので、例えばね無課金の方で言ったらレフ、まあ、ストニコフだとか、あと最近来たところで言ったらねレフトミッドフィルダーのディエゴ・ジョタだとか、ああいうところの選手がねちょっと装備できないので、まあそういうところを考えるとね、まあ、最悪、まあ、自分のフォーメーションコンボだとか、あとは自分のね、使うメンバーによっては、まあ最悪なくてもいいのかなとは思いますね。最悪ね、センターバックのアクセサリーだとか、センターフォワードのアクセサリーだとか、他のねやっぱり星4のアクセサリーに比べて、まあ、今回のこれはかなり優先度低いのかなとは個人的には思いました。はい。さあそうしたらですね、
アクセサリーの話、まあ、星のアクセサリー一回これで置いておくんですが、他のアクセサリーですね、他にもいろいろアクセサリー当然あるんですが、やはりですね、まあ一つおすすめなところとしてはブルーズ系ですね。ゴールキーパーのアクセサリー、スイーパーゴールキーパーとか、あとは、あれね、守護神か、守護神系統のゴールキーパーは、やっぱね、両方それぞれ一個ずつは持っててほしいかなと思います。ユベントスのところと、ビアンコネロのところとね、あとチェルシーのところ、ブルーズかな、アクセサリーがそれぞれゴールキーパーのアクセサリーになっているので、まだ持ってないよって方はね、ぜひここ取ってください。やっぱりね、このゴールキーパーのアクセサリーっていうものが、なかなかね、ゴールキーパー何装備したらいいんやっていうところだと思うので、そこで一つね、選択肢として回答を用意してもらえるっていうのはありがたいかなと思いますので、でね、ビアンコネロ取ってください。守護神の方がやっぱ使いやすいよね。まあ、ブルーズもどっちでもいいんですけど、まあ、ワンセットずつはね、欲しいところです。スピード職人でね、これちなみに守護神バージョンですが、スピードをまず上げてくれるので、スピードチューアップということで悪くないですし、でまずは守備意識賞を上げつつ、パス意識賞を上げつつ、ロングパス意識を上げるということで、かなりね、まあ、ゴールキーパーとして、まあ、あのフィードを使ってくれたりだとか、そういうところになってつながってくるのかなと思います。ここやっぱね、大切なところかなと思いますね。あと他にね、優先度高いアクセサリーって、正直個人的にはあんまり大きなものってないのかなと思っていて、私はね、スリリング3がめちゃくちゃ手に入っているので、ちょっとって感じであるんですが、これ一個ね、あの個人的なすごくおすすめです。ヘディングスキルの発動率、ここだけちょっといらないんですけど、でもタックル上げつつ、ロングパス意識だとか、あとはパスだとか、結構この守備意識上げたりだとか、私はね、セントラルディフェンスミッドフィルダーからセンターバックまで、あとはサイドバックとかかな、幅広く使えると思っているので、このね、ヘディングスキルの発動率ショーアップ以外のところで見ると、すごくいいアクセサリーかなと思います。スリリング3ね。まあ結構ね、なんていうのかな、ヘディングいらないけど、他の例えばセンターバック固定のアクセサリーとか、あとはセントラルディフェンスミドフィルダー固定のアクセサリーだとか、そういうものもね、すごく魅力的ではあるんですが、あのね、ちょっとね、たまにそれ取るのがめんどくさかったりしてね、いやちょっとだるいなーっていう時があるので、結構制限がかかっちゃったりね、 CDM しか使えないのかみたいなっていうところを考えるとね、私はさっきのあのスルリング3はちょっとおすすめかなとは個人的なところですが思います。でもう一個ね、あとはアクセサリー度外視した周回のポイントなんですが、やっぱね、ベリハの1の内容を見ていただければいいかなと思います。とベリハの位置って本当にね、すごく優秀なアクセ、まあ、素材回収置き場になっていて、まあ、このノースロンドンとかもね、銀のシューズ5種類あって、ここは金のビブス5種類とか、まあ、金のねシューズが5種類だとか、結構ね、その欠けてるところって偏ってくると思うんですけれども、それぞれ人それぞれによってね、ここ進化素材だとか、ぜひぜひね、こういうところ周回していただきたいですね。私はこのチェルシーすごくおすすめです。一つおすすめです。やっぱりね、この覚醒コーチレベル2が枯渇しやすいので、それの周回でね、カバーできるっていうところもありますし、あと一つはね、こちらリバプールですね。1-3かな、1-3がリバプールの、ビブス、銀ビブスだね。まあ、銀ビブス込みの銀、この、あの、黄色ビブス含めの全部銀ビブス、すごくおすすめです。あと1-7のさっき説明したチェルシーの進化素材ね。やっぱりここら辺のアイテムってどうしてもね、ちょっとこのゲーム、その需要と供給のバランスがおかしくなってきていて、結構ね、その、強化アイテム、あのどんどん新しくリーグが追加されていくんですが、リーグ追加されていくのは全部そのレベルが高いね、レベル3とかのものが報酬になることが多いので、このレベル2のところが少なかったりするとね、ここで周回していただければいいなと思います。私もね、あのこのイベント始まった時、フィジカル能力アップ練習レベル2が多分ね、 5とか10とかそんなもんだったんですけど、今回結構ね、比較的周回して、まあ、今500までいってるので、まあ、他のところでちょくちょくもらえたりもするんですけど、やっぱりね、アクセも大切ですが、強化素材ないとね、特に初心者の方とか、あとはね、久しぶりに戻ってきた方だとか、がっつりガチャ引いて、今育てなきゃいけない選手がたくさんいる方だとか、そういう人はね、ぜひぜひこういうところで集めていただけたらいいのかなと思います。
ってことでですね、あとツアイベね、1日2日、まあ2日はあるか、2日3日ぐらいなんですけれども、ぜひぜひね、まあアクセ取っていただいたり、アイテムを集めていただければいいかなと思います。ちょっとね、余裕がある方は曜日マッチでね、最低1人でも欲しいところを手に入れておくとよりいいのかなと思いますが、まあツアイベでね、アイテム、アクセ、終わってから曜日マッチ行ってもいいかなと思いますし、ただね、もうどうしても月火しか回れないっていうところもありますので、ぜひぜひね、そこら辺も踏まえて、周回していただけたらと思います。ってことで、ここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフに乗ってます。豆腐でした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みでない方は、グッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね、見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。